給料は少しでも多い方がいいって思う方、この動画を最後まで見れば生涯給料を数億円アップできるかもしれませんよ。こんにちは、就活アドバイザーの京香です。月に200万回就活生が訪れるウェブサイト就活の教科書を運営しています。今後もためになる動画を投稿していきますので、ぜひ高評価とチャンネル登録をお願いします。突然ですが、皆さんは似たような労働環境なら少しでも多く給料をもらいたいって思っていませんか？答えはイエスって方も多いかもしれません。会社の給料は業界、業種、企業の規模、仕事内容、責任の度合いなど様々な要因によって上下しますよね。でも実は会社が違うだけで生涯得られる給料額が数億円違ってくるなんてこともあるんです。なのできちんと志望先で将来得られる給与額を調べておかないと、実は手にするはずだった数億円を気づかずに逃してしまうかもしれません。そこで今回は東京都の生涯給料ランキングトップ30を紹介していきます。それでは行きましょう。今回のランキングでは以下の条件で作成されていますので、気になる方は動画を止めて確認してください。また今回の生涯給料データはあくまで理論値なので参考程度に見てくださいね。まずは30位から21位までの企業を一気に見ていきましょう。ランクインした企業はこちらです。ランクインした企業を見てみると、製薬業界のアステラス製薬、総合電機メーカーのソニーなど各業界のトップ企業が名を連ねていますね。でもきっと中にはいまいちピンとこない企業もあるはず。例えば26位で生涯給料が約4億円の Z ホールディングスはご存知ですか？おそらくヤフー、LINE、ZOZO タウンを傘下に持つ会社と説明すればほぼ 100% の方が理解できるかもしれません。 Z ホールディングスは誰もが一度は聞いたこと、使ったことがあるウェブサービスを何個も展開する日本を代表する IT 企業グループです。平均年収は1105万円と高いものの、まだ若めの会社なので平均勤続年数は 9.8 年とやや短め。 Z ホールディングスで生涯を過ごす方はあまりいないと想像できるため、4億円を得られるかは未知数ですが、 Yahoo や LINE など誰しもが知るサービスに関われる仕事内容は非常に魅力的だと言えます。続いては20位から11位の企業をご紹介していきます。ランクインした企業はこちらです。20位から11位では不動産、コンサル、総合商社など高年収といえばこの業界でしょと全員の意見が一致する業界がランクイン。コンサル業界の野村総合研究所や総合商社の双日、不動産の三菱地所は皆さんもどこかで聞いたことあるのではないでしょうか。このようにやはり生涯給料トップにランクインする企業は高年収として有名な業界のトップ企業が多いことがわかりますね。とにかく第一に高年収の企業がいいのように、高年収が就活の軸にある方はコンサル、不動産、総合商社を中心に受けるのがおすすめだと言えますね。続いては10位から4位の企業を紹介していきます。果たしてベスト10に名を連ねる企業の生涯給料はいくらなのでしょうか。ランクインした会社はこちらです。8位の三井物産からついに生涯給料が5億円を超える企業に突入してきましたね。特に総合商社の3社は他のコンサルや不動産会社と異なり、平均勤続年数が17年前後と長いので現実的に5億円近い生涯給料がもらえそうですね。ちなみに一般的な日本のサラリーマンの生涯給料が高卒で従業員数99人以下の企業で働いている男性で約 2.07 億円、大卒で従業員1000人以上の企業に勤めている男性で約 3.21 億円です。なので例えば三井物産は大卒かつ大企業で働いている男性と比べても約 1.89 億円も生涯給料が高いことになりますね。5億円もあったら皆さんは何に使いますか？私なら飽きるまでお菓子を買っちゃうかな。さて続いては第3位の発表です。第3位は三菱商事で、その生涯給料額はなんと5億9504億円です。上位に総合商社が多かった傾向はそのまま続き、第3位ではついに総合商社のトップ企業三菱商事がランクインとなりました。三菱商事の平均年収は驚愕の1631万円で、平均勤続年数は 18.4 年なので、実際に三菱商事に新卒入社して定年を迎え、生涯で約6億円を獲得する方は多いかもしれませんね。社員の評判が見れる口コミサイトオープンワークを見てみると、35歳で平均1700万円もらえるよという口コミや、取引先との接待を楽しめる人じゃないと難しいという口コミがありました。仕事で知り合った方とプライベートでも仲良くできるようなバイタリティあふれる人はぜひチャレンジしてみてくださいね。続いては第2位の発表です。第2位はヒューリックで、その生涯給料は6億4576万円でした。ヒューリックは不動産業界の企業で、大規模な都市開発を手掛けるデベロッパーの一つです。ヒューリックの平均年収は1760万円で、平均勤続年数は 6.2 年と比較的短いため、実際に約6億5000万円の生涯給料を手にする方は一握りでしょうね。そんなヒューリックの口コミを見てみると、中途入社5年目の40歳マネージャーで年収1300万円でしたという口コミや、基本的に休日出勤はなく有給休暇も積極的に取得できるのでプライベートと両立しやすいなどの口コミがありました。ワークライフバランスをある程度意識しながらも高年収を稼ぎたいって方にはぴったりの会社なのではないでしょうか。そして栄えある第1位は、生涯給料なんと13億4379万円。
平均年収は驚愕の3109万円だった M&A キャピタルパートナーズでした。 M&A キャピタルパートナーズはいわゆるコンサル業界の企業で、日本の中堅中小企業の合併や買収のコンサルティングを行う企業です。平均年収は3000万円を超える企業ですが、平均勤続年数は 3.15 年ほどと非常に短いため、現実的にこの会社で新卒から定年まで働くことは不可能だと考えられますね。そんな M&A キャピタルパートナーズの口コミを見てみると、営業の場合制約がゼロの場合420万円ほどだが、制約が取れれば取れただけ青天井でインセンティブがもらえるという口コミや、制約率が全ての世界といった口コミがありました。自分の力を試したい、とにかく成果主義の会社で働きたいといった方にはこの上ない会社ではないでしょうか。ここまで東京都の生涯給料ランキングトップ30社を紹介してきました。冒頭でもお伝えした通り、ここでの生涯給料はあくまでも理論値で、実際に新卒から定年まで居続けることが難しい企業も多くランクインしています。ただある程度その会社で得られる待遇の目安にはできると思うので、ぜひ会社選びの参考にしてみてくださいね。就活の教科書公式 LINE では、今取り組むべき就活対策がわかる就活力診断と後悔しない就活方法の配信を用意しています。何をすればいいかわからない、就活や将来が不安と悩んでいている方、就活で取り組むべきことを明確にして他の就活生と差をつけたい方、自分の就職したい企業を見つけて就職したい方、そんな就活生はぜひこの動画の概要欄から登録してください。さらに今なら就活がゼロからわかる就活完全マニュアルを無料で配布しています。他にも合計9つの無料特典や4つのオリジナル診断を用意しているので、ぜひ今のうちに下の概要欄から登録しておいてくださいね。